皆さんご視聴ありがとうございます。本日はこちらベシクタシクラブセレクションの方を弾いていこうと思います。はい、先ほどね本アカウントの方でクアレスマ選手弾いたんですけれども、またちょっとクアレスマ選手の方欲しいなと思います。で、今回一番欲しい選手はこちらセンターバックですね。センターバックの選手全然いないんで、ドマゴイビタ選手を当てていきたいと思います。で、あとは香川真司選手を当てていけたらと思うんで、やっていきましょう。3回ですね、いきましょう。今ねものすごくお腹が痛い。で、目の前にトイレもあるんですけど、あえて我慢して引いてます。我慢して引いた方が当たると思うんで、レッツゴー。どんな理論だよって思うかもしれないんですけど、お、まさかのまた金ズレか。また金ズレ、金ズレ4連続やばくない。うわ、来た、香川真司、やったー、嬉しすぎる。ちょっとどういうことこれ、嬉しすぎる。本アカウントで当たらなかった香川真司選手がサブアカにて移籍してきました。ありがとうございます。いやー、使いたかったんですよ黒玉香川。やったぜ、ダブルタッチついてるのがめちゃくちゃ嬉しいっていうね。やったやった。これ香川ってエラシコつけばネイマールみたいなヌルヌルっとしたらダブルタッチになりますかね。なりませんかね。なんかね、誰かのねツイッターか動画で見たんですけど、ダブルタッチとエラシコとあと何かがついてればネイマールのようなダブルタッチになるんですよね。軸裏ターンじゃなかったかな。なんかね3つ揃えばヌルヌルっとしたダブルタッチになるんですけど、ちょっとまた後で調べてみます。オッケー、香川来たのはでかいぞ。まあ OMF にメッシがいるんで、まあ 2OMF の監督とかが出てきたらゲットしていきたいなと思います。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。よし、じゃあ次行こう。もう一回引こうかな。ビダ選手が当たればもう引かない。来いビダ、頼むぞ。クロアチアのセンターバック、レッツゴー。ビダ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 、うーわー、玉反魚にるー。右サイドバックはなー、まあ3センターバック使ってんですね。 3CB の監督使ってて、でもし4バックにしたとしてもキミヒ選手がいるんで、まあ使わないかなー。まあ本アカウントでも来てたんですけど、まあどうだろう、サブにはまあ入りますね、全然いないんで選手が。よし、ラスト頼む。ビダ来い、ビダ。センターバックが欲しい、頼む。センターバック来い、頼むぞ。センターバック今全員白なんですよね。1人銀がいたから、うわー、銀か。セカンドトップはまあリャイチは強いですね。リャイチもそうか、リャイチもいたのか。オッケーオッケーオッケー、この間も FP できてましたよね。でもセカンドトップでは使わないなー。あー、でも適性広いのはいいですね、サブに入りますね。おー、まあ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 いいでしょう。はい、ということで今回の動画以上になります。香川が当たれて超嬉しいです。ってことでトイレに駆け込んできます。さよなら、バイバイ。